皆さんはじめまして、エンターテイナーナベと言います。このダンデラインのスタジオでは、私エンターテイナーナベが懐かしの名作や近年発売された話題のゲームをのんびり気ままにまったりと実況していきます。昔遊んでいて懐かしいと思う方、遊んだけど残念ながら攻略を諦めてしまったという方、ロールプレイングゲームは興味があるけど経験値を貯めるのが面倒だという方、僕と一緒にいろんなゲームに挑戦してみませんか。今回実況パート1ということで、まずこのチャンネルの動画の注意点をご説明させていただきます。もうこのチャンネルの動画を見たことがあり、そんな説明はめんどくさいという方は、画面に表示されている時間までスキップして本編をお楽しみください。1つ目、このチャンネルの実況動画は純粋にゲームの攻略を目指すことが目的です。一般人レベルの腕前ですので、スーパープレイには期待しないでください。2つ目、今は言葉遣いには全神経を注いでおりますが、ゲーム中の実況者は完全に素です。方言や訛りが出ることもあると思いますが、ありのままの自分であることを実況スタイルとしていこうと思ってますので、ご了承ください。3つ目、これを視聴されている段階ですでにご理解いただけているかと思いますが、ここではゲームの攻略を目指していきます。プレイする作品は発売からある程度日数が過ぎたものを選んでまいりますが、これから購入を考えている方や今まさにプレイされている方は、ネタバレが含まれることをご理解のでご視聴ください。またゲームによっては暴力的なシーンやグロテスクな表現、青少年にはふさわしくない描写が含まれる可能性があります。動画のご視聴はくれぐれも自己責任でお願いします。それでは動画の注意点をご説明させていただいたところで、いよいよゲームの攻略を始めたいと思います。今回実況させていただくゲームはこちら。おい、モンスターハンターワールド、こちらを実況していきたいと思います。さあ、2018年1月の26日発売の、最新作モンスターハンターワールド、ついにこのダンデラスタジオの方でも実況を開始していきたいと思います。まだね、発売日には一応買ってたんですけども、ちょっと発売日には撮影ができず、で実は先日も、これ撮影してるの1月28日なんですけど、撮影をしたにはしたんですけど、ちょっとね、このゲーム、音の、システムがですね、ちょっと特殊で立体音響ということで、普通にね、キャプチャーすると、拾いきれないような音があるみたいなので、ちょっと試行錯誤しまして、パート1から撮り直しといったところで、やっていきたいと思います。じゃあやってみましょう。さあ、モンスターハンターの新たなる世界へ。オプションから確認しますね。はい。OKOK。では、ゲームスタート。この本作のね、音をちゃんと取り切るためにはね、テレビとかじゃなくて、コントローラーとかにね、イヤホンとかヘッドホンとか挿して、聞いた方が、立体的に聞こえるみたいなので、それを利用しましてね、音をゲームのコントローラーから拾うように、ちょっと調整してみました。さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより
新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。よう、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなたは推薦組じゃない？お酒こぼれて隣の人の方にかかっちゃったよ。まず謝ろう。名前を教えてくれよ。はい、でこれからねキャラクターメイキングですね。じゃあまず自分を作っていきます。まあ作る人は多分カットでいいかな。はい、ということでこんな感じで、エンターテイナー鍋でやっていきたいと思います。カタカナにしちゃうとね文字はまりきらないんで。で、ここからお供アイルの作成、これはですねちょっと嫁さんにやってもらおうと思います。じゃあ好きに作って。はい、というわけで、エンターテイナー鍋、ハンターエンターテイナー鍋と、お供アイルの天寿が完成しました。このパーティーでやっていきたいと思います。よろしく、ゴー。はい、お近づきに。あざっす。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。五竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に五竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？一応これ言葉は日本語に設定してるわけだけど、突然波の音が変わったんですよね。キャラクターの口の動きちゃんと日本語だよね。あなた推薦組でしょ。他の国の言葉にしたらそれに合わせて口の動き変わるのかな。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。でけえのに来たぞ。
拳銃が。で、俺たちも大変なことにと。なんだここは。とりあえずみんなと合流しよう。誰かいませんか。さあ、行くぞ。見てください、私たちの船が。危ない危ない、いけない、このままでは。ここにいると危険です、こちらに。頑丈だよね。早く脱出しないと。私に考えがあります。もう気をつけて。さあ、もうどう。これはただの岩山じゃないな。あの浮流に捕まって脱出しましょう。急いで。しゃ。ナイスキャッチ。そして俺の相棒センジャーどこへ。やはり強大なモンスターだ。新大陸。今回のモンスターハンターもよく落ちるな。オープニングで落ちるのはもうモンハンのお約束みたいなものなのかな。必ずしもそうというわけじゃなかったろうけど。にしてもでかいな。誰かが作ったキャンプですね。グラフィックやばいね。さすが。テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点。私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。よっしゃ。
いリアル。あのオープニングもそうですけどね、あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。フル CG アニメでの映画とか作れそうだよね。バイオハザードだってそういう映画出してるし、やれそうだよね。地図によると拠点に行く道は、とりあえずセーブしようかな。あ、上昇探索中には利用できますね。新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。今までアプトノスって言ったけど、アプトノスなんだね、イントネーションは。回り込んで進むしかないのかな。初見と戦った時さっさと行っちゃったからさ、これ黙ってこの子についててみよう。なんだろう、シルベムシが群がっています。なんかこういうのでその場で回復できるみたいですね。なかなか本作も奥深そうだ。変わった植物がありますね。ね、さすが新大陸進展したところじゃない。来てください、こっちから拠点に行けそうです。いわゆる未知の生態系みたいのがやはりあるわけでしょ。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。またあのモンスターハンタートライとかサードみたいな感じで、このツタをかき上げて進みましょう。歴代のモンスターよりも本作で追加されたその新しいモンスターっていう方が多分多いんでしょ今回は。おっと、待て待て待て、俺ら武器ねえぞ。腰に一応最終用のナイフはあるけど、武器もないのに戦ってはいけません。隠れないと。こちらに。よっしゃ、急いで。静かに。こんな風にね、隠れたりして敵やり過ごしたりとかもね、もう半も奥が深くなったな、ね、今のうちに。頑張るね。行きましょう。本当に綺麗だな。もう待ってください。岩の感じとか何かあります。植物の感じとか今までもすごかったけど、痕跡向こうにもありますね。ワールドになってここぐっとレベル上げてきた感じですね。お、何かに見られてる。危ない危ない。よっと、邪魔するぞ。あ、そらよっと、こっちだ、急げ。行きましょう。行け行け、つか置いてかないで。なんで俺が後追ってんだよ。
とでっけえの来たぞ。相手にするな、早く燃え。いずれこれと戦うのかな。まあ戦うでしょうね、そりゃね。急げ。結局町の外つうか今来た道なりでは結局相棒と合流できなかったんですけど、うちの千住は今どこへ。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。またなんであんなところに船があんの。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。あれか、ここにいる人たちはハンターとしてほとんどの人たちが先輩なわけですね。大丈夫だよ、いろいろ学んでいこう。あんたたち、ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった、探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら、お、アロイ装備ちょうだい。自分で作れてか。ここが流通エリア、俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。いいアジトだ。じいちゃん連れてきたぞ。いや、じいちゃんかっけえな。ようこそ。新大陸古流調査団の調査拠点、アストライ、ようこそ。私が調査団を指揮をしているのだ。君たちのことを待っていた。本当によく来てくれた。いろいろ話をしたいが、この状況だ。落ち着いてから作戦会議を開く。そこで今後しばらくの目標を確認しよう。会議には君たちも出席してくれ。何しろ君たちはギルドが決めた相棒同士だろ。そうそう。つい先ほど君のお供が到着していたな。君のことを探してたぞ。時間になったら合図を鳴らす。それまで自由にしていてくれ。では後に。じゃあ一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。千住、ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。まあいろいろ、案内してくれるみたいなんですけども、とりあえず、初回はここら辺でセーブをして、一区切りにしたいと思います。次回、先輩のね、案内で、この拠点を見て回りつつ、相棒の音も、戦場を探しに行ってみたいと思います。はい、ではモンスターハンターワールド実況プレイのパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。